皆さんこんにちは。1分クッキングのお時間です。今回紹介する商品はこちら、ユーロキッチン葛西のエグザーです。この商品を使うと金色の卵ゴールデンエッグができちゃうんですね。早速作ってみましょう。まずはエグザー、光がこうライトがありますので、このライトに卵を当ててひびが入っていないか、殻にひびが入っていないか、しっかりとじっくりとチェックしていきます。殻にひびが入っていると破裂する恐れがあるので気をつけてください。でコンテナにこの卵をセットしていきますよ。カチッとしてあとは回すだけですね。よし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 と回った。はい、あとはセットします。エグザーにセットをして蓋をして、蓋をしっかりと押さえて横に引っ張るだけで OK ですね。ウィミミ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 、楽しいですよ。混ざっていくと卵の中の色がどんどん変わってきます。このように暗くなったら OK ですよと。そうしてこの卵を茹でますと、でん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 、はい、どうですか。黄身と白身が綺麗に混ざったゴールデンエッグの完成なんですね。見てください、このツヤ、これがゴールデンエッグなんです。では早速食べてみましょう。はい、豪快にね、ちょっとお塩をつけて、はい、いただきますよ。うん、うんとおいしい。全体的にプルンと仕上がるんですね。これならゆで卵だけでなく、いろいろなアレンジが楽しめそうですね。ユーロキッチン葛西のエグザー、ぜひ楽天市場でチェックしてみてください。